続いては東京国立近代美術館に所蔵されている絵画、彫刻、写真、映像など多様なジャンルの作品の中から彫刻作品をご紹介しましょう。荻原守衛の女。全身の筋肉に力を込めたそのポーズには螺旋を描いて情報へと向かう運動感と緊張感がみなぎっています。日本を代表する彫刻家、詩人でもある高村光太郎の作品、手。ロダンの彫刻から多大な影響を受けた作者。このポーズは仏像のとある手の形から着想しており、西洋近代彫刻の形と東洋的な神秘性を併せ持つ強い意志を感じさせる作品です。このように日本美術は西洋美術との出会いによっても発展してきました。その歴史を語る上で外国人作家の作品も所蔵しています。近代絵画の父と呼ばれるセザンヌの大きな花束、画面の中心から四方に広がる花を描くこの作品、中心部分の密度に比べ周辺部分には余白が多く残っています。セザンヌの中でも最大級の作品で、一点を見つめすぎると周辺がぼやけるという人間の目の物の見え方の癖を描こうとしていたとも解釈されています。ここまで紹介した作品は常設展示ではありません。東京国立近代美術館では国内最大級の所蔵作品からえりすぐったおよそ200点を定期的に展示会を行っており、いつ来ても新しい作品との出会いが待っています。展示会場では音声ガイドと iPad の貸し出しを行っており、主な作品解説を日本語、英語、中国語、韓国語でご案内しています。4階にある情報コーナーでは展示作品の他にどんな作品が所蔵されているかコンピューターで画像検索ができます。当館では皆様に作品を楽しんでいただくためのさまざまな工夫をしています。広い展示空間でゆっくりと作品をご覧いただけるよう休憩スペースを設けるほか、椅子にもこだわっています。例えばこの展示室に置かれた当椅子は剣持勇という日本を代表するインダストリアルデザイナーの作品です。お気に入りの作品とともにお気に入りの椅子も探してみてはいかがでしょうか。4階には都心のビル群や皇居が見渡せる休憩室も設置されています。その名もズバリ眺めの良い部屋。アート鑑賞でちょっと一息入れたくなったらぜひここからの眺めを楽しんでください。また会場では一部の作品を除いて写真撮影ができます。あなただけの旅の思い出を持ち帰っていただけます。さらに金曜と土曜は夜間も開館しています。美術館で東京のナイトライフを満喫しませんか。また1階ではその時々でさまざまな作家やテーマを取り上げた企画展も行われています。ぜひこちらもご覧ください。そして1階ロビーではユニークなアンケート調査も行っています。お気に入りの作品があればぜひ
人気投票に参加してみてください。アートを堪能しお腹が空いたら、こちらの併設するレストランでお食事はいかがでしょうか。世界の三国といわれる名シェフ三國清美氏が出店したラーエ三國。開放的な大きな窓から皇居が目の前に広がります。このレストランでいただけるのはフレンチとイタリアンが融合した豪華なコース料理。例えばこちらは秋のメニュー、旬の食材のサンマを使い、山わさびのスパイスが香り立つ美しい前菜。こちらはメインの秋のトリュフのミラネーゼ。かぐわしいトリュフをあしらい、旬の野菜と味わい深いソースが花を添えます。日本の四季の移ろいが感じられる一皿一皿を月替わりのコースでご用意いたします。芸術と料理をテーマにしたシェフの世界観をアートな一皿でぜひ五感で味わってみてください。もちろんお土産を買うのも旅行の楽しみの一つですよね。1階にあるミュージアムショップでは所蔵作品をモチーフにしたオリジナルグッズをはじめ、アートに関する品々が数多く揃っています。外国人観光客の方に人気のお土産は所蔵作品をプリントしたポストカード。そしてこちらは所蔵作品がレイアウトされたカレンダー。お土産にすれば日本の一流アートの世界を旅の思い出とともに振り返ることができます。